皆さんこんばんは、おやかなです。みんな暑いけど元気ですか？もうすごい東京は連日猛暑でですね、ほんと37度とか8度とかになって、ちょっと動いただけですぐ汗かいちゃうんだけど、もう昼間とか外に出るとちょっと身の危険を感じるぐらい暑くて、マスクもしてるからだと思うんですけど、ほんとみんな水分補給とかね、あと人気が、ね、ないところでマスク外したりとか、ほんと体調管理気をつけてください。今年の夏は本当に暑い。はい。で、今日は前からみんなにこうちょこちょこリクエストをもらってたエコについて、エコとかサステナビリティとか、そういう環境に対する取り組みの中で、私がやっていることを今日はいくつか紹介できたらなと思います。で、最近はサステナビリティっていう言葉が、まあ流行ってるっていうか、まあ流行ってるんですけど、で、こう雑誌とか、あとはいろんなメディアとかで取り扱われるようになったりとか、あとはメガブランドとかハイブランドとかがそういう環境に対する取り組みにこう真剣になってきた時代だとは思うんですけど、そんな中で、サステナビリティってじゃあ何ぞやっていうところだと思うんですけど、よく聞く言葉だけど、あんまりこう定義が分かってないみたいな感じの人もいると思うんですけど、まあはっきりとした定義っていうものが、なんか輪郭がちょっとぼやけてて、いろんな意味を含んだ言葉になってるんだけど、でも持続可能なっていう言葉がメインで、なのでできる人ができる時にできることをやるっていうのが私はすごく大事かなと思っているので、今日紹介したものとかこととかが必ずしもみんなに絶対やってもらいたいとか絶対やってくれなきゃ嫌だとかそういうことじゃなくて、今日紹介したものの中でこう、あ、これだったら自分取り入れられるなとか、これだったら自分が心地よく続けられるなって思えるようなものがもしあったら試してもらえたら嬉しく思います。それではまずはエコバッグ。私が今使っているのはマーファのスーパーで買ったトートバッグです。肩にかけれて、そこにマチがあるタイプなので使いやすいです。しっかりしてるから重たいものを入れても安心。エコバッグは新たに買うよりは家にあるものを使う方がコンセプトに合ってるかなと思います。キッチンの調味料類は瓶でストックしています。普段使うピーナッツバターや蜂蜜などの空き瓶は捨てずに洗って再利用。スパイスなどは大容量のものを買って瓶に詰め替えています。この入れ物はミラノのイータリーでスープを買った時の容器を洗って日本に持って帰ってきたものです。ゴムと金具でしっかり密閉されるので、お茶やコーヒーを入れてます。お茶はマイクロプラスチックが出るのでティーバッグはやめました。マイクロプラスチックが出ないバッグだったとしても単純にゴミが減るので、量り売りのところか大容量のものを買ってます。ナッツやドライフルーツも量り売りのところで買って瓶に詰めてます。ナッツ類は湿気に弱いから、何か買った時に入っている乾燥剤を取っておいて瓶に入れるのがおすすめ。最近増えている量り売りのお店で買うと、ゴミが減るのはもちろんだけど、普通に買うよりも断然割安なので、ぜひ近所の量り売りのお店をチェックしてみてください。次は掃除。掃除は一つで何でもきれいにできるエコストアのマルチクリーナーと、洗って繰り返し使える DIY 雑巾を使ってます。いらなくなった T シャツやシーツなどを切ってストックして、それを使って掃除してます。ワイプとか買わなくていいからエコだし、お財布にも優しいです。そしてエコストアは詰め替えボトルどころか量り売りしてくれます。エコストアの入れ物じゃなくても100ミリ単位から買えるので便利です。食器洗剤は成分解されるソネットのものを使っています。食べ物が触れるものを洗う洗剤だから、私はソネットの人にも環境にも悪いものは入れないというポリシーが好きです。オーガニックの洗剤だけどしっかり落ちるし、香りも香料じゃなくてエッセンシャルオイルが入っています。公園に行く日やコーヒーを買うときはマイボトルとタンブラーを持っていきます。この日は朝多めに作ったお茶をアイスティーにして持っていきました。このボトルはシンプルなデザインが気に入っていて、氷も入れやすく、そこにシリコンがついていたり転がらないような形になっていたりして、使い勝手がいいです。
残ったレモンは洗って繰り返し使える蜜ろうラップにくるんで冷蔵庫に入れます。手の熱で柔らかくなって形は自由自在に変えれるけど、冷蔵庫に入ると固まって形状記憶します。私が買ったのはサイズの違う蜜ろうラップが3枚入ったセットで、これで切った野菜をくるんだりお皿にかぶせたり何でもできます。いろいろ調べたけど取り組みなども含めて私はこのブランドが一番好きでした。お皿にかぶせるものならピタッと密着してくれるシリコンラップもおすすめです。私は大きさ違いの6枚セットを買いました。付け外しも楽だし、電子レンジや食洗機にも入れて大丈夫なのですごく便利です。丸くてある程度の硬さがあるものの断面だったら野菜やフルーツもいけます。我が家はこの2つをゲットしてからラップを卒業しました。均等のタンブラーはびっくりするぐらい保温保冷に優れているから1年を通して使えるので本当に便利です。シンプルなデザインも気に入っています。次はバスタイム。シャンプー類はアベダを好んで使っています。アベダは再生ペットを使ったパッケージングやプロダクトを作る時のエネルギーを風力発電にしていたり、すごく熱心に環境問題に取り組んでいるブランドです。ビッグボトルやお店のリサイクルボックスなども有名です。最近は石鹸にも注目しています。パッケージングにプラスチックを必要としないから環境にとっても優しいです。いろんなブランドから発売し始めて、エティークの石鹸型シャンプーも話題になりました。コスメ類もちょっと意識して選ぶと違うと思います。オーガニックやナチュラル系のコスメは農薬を使わないだけじゃなくて、パッケージングへの配慮や動物実験を行っていないなど環境問題に取り組んでいるところが多いです。プロダクトが優秀なのはもちろんだけど、そういう意味でも使っていて心地がいいです。はい、いかがだったでしょうか。今日はエコサステナビリティについて話しました。で、今日のビデオで紹介したものとかこととかが私がやってることの全てじゃないし、他にも取り組んでることとかもあったりとか、あとはまあ本当シンプルな、なんか過剰包装ことあったりとか、ストローを使わなかったりとか、そういうこととかいろいろあると思うんですけど、もう本当にエコとかサステナビリティに関しては人それぞれだと思っていて、みんないろんなやり方があっていろんなペースがあるから、なんかすごく熱心にやってる人もいるし、今まで何も気にしてなかったけどとりあえずエコバッグ買ってみてビニール袋をもらうのはやめましたとかっていう人もいると思うし、なんかやっぱり生活に関わってくることだから、人それぞれいろんな考え方があっていろんなペースがあるから、みんながそれぞれの方法をそれぞれのペースで楽しむのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、最近すごくね、こういう勢いがあるカテゴリーになると思うので、なんかこう、それ紙ストローですかとか、なんかコーヒーのカップ、それマイカップだったらもっと良かったですねとかっていうコメントが来るようになったんですけど、でもなんか人それぞれ本当ペースがあると思ってて、私もタンブラー持ってたり、マイバッグ持ってるけど、どうしても出先でコーヒーが飲みたくてタンブラーがなくて、コーヒーテイクアウトすることもあるし、で、どうしても、エコバッグがないけどこれ買って帰らなきゃいけないけど、バッグには入りきらないし手でも持ちきれないから、すいませんビニール袋1枚くださいとかっていうこともあるし、なんか必ずしも 100% 全部を守らなきゃいけないってことでもないし、なんかサステナビリティっていうのは持続可能じゃなきゃいけないから、本当にできる人ができることをできる時にやるっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、ファストファッションのこととかもそうなんですけど、なんかファストファッションに反対するのはもちろんなんか素晴らしいと思うし、その熱意もリスペクトするけど、でもじゃあファストファッションを着てる人を否定するのとかは、なんかその人の経済状況もあって、なんかもしかしたら夜深ファストファッションを買ってるかもしれないけど、ゴミを減らすようにすごく努力してたりとか、なんかこのエコとかサステナビリティに関しては本当生活に関わることなので、いろんなレイヤーがあっていろんなこう物事が絡まり合ってるから、人のことは一概になんか判断したりとかはできないと思うので、なんかこう自分が今日は環境に対してすごいいいことができて気持ちよかったなっていうふうに思って、楽しんでこうポジティブにそれと向き合っていくのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに私は考えてます。
で、僕一人がやっても私一人がやっても変わらないから別にいいやって思う人とか、なんか自分がこれやって意味があるのかなって思う人とかいるかもしれないけど、でもそれがどんどんそういう人たちが増えてって、それが連鎖してそれがムーブメントになっていったら、すごく大きな変化が起きると思うし、今日の選択、今日した選択が未来を変えることになるかもしれないし、なんかそれは本当に掛け算になって大きな動きになっていくと思うので、なんか私だけがやっても僕だけがやってもしょうがないんじゃないかなって思わないで、ぜひなんかこうさっきも言ったように、あ、今日いいことしたなっていう風に楽しんでもらって、すごくポジティブにハッピーに、あの、自分らしく自分のペースで、あの、環境に対する活動っていうのはやっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。みんながハッピーなエコライフを送れますように。それではまたね。